富士木村拓哉アナ一般女性と昨年に離婚していた多忙によるすれ違いが原因フジテレビの木村拓哉アナウンサー31歳が2015年に結婚していた一般女性と離婚していたことが24日分かった関係者によると昨年にすでに離婚が成立約5年ほどの結婚生活にピリオドを打った離婚原因は多忙による生活のすれ違い 二人の共通の友人はしっかりと話し合った上で円満な別れ、それぞれの別の道で歩くことになったのですと明かしている。なお二人はの間に子供はいなかった。木村アナは入社三年目だった2015年5月、当時出演していた目ざわしテレビで同6月に結婚することを生報告。プロポーズの際にはひざまずいて、 結婚してくださいと伝えたことも告白し話題になっていた2013年にテレビ、フジテレビに入社し、目覚ましやスポーツ中継のたん、などを担当俳優の木村拓哉さん48歳と同じ名前であることやその端正なルックスで注目を集め若手男性アナウンサーの有望株として期待されている現在は報道番組 ライブニュースイットなどを担当「私生活は一区切り迎えることになったが心機一転し今後は仕事に邁進していく」「木村拓哉さん1990年平成2年8月1日生まれ静岡県出身の31歳法政大学を卒業後13年にフジテレビ入社これまでプロ野球中継やプライムニュースイブニングなどを担当」 趣味や愛犬との散歩血液型エビ型ということで、藤、えー、の木村拓哉ア,アナウンサー、離婚されていたということで、まあ、離婚自体は珍しいことではないですし、しっかり双方話し合った上では問題ないのかなとは思うんですけれども、まあ、子供が欲しいけど体質的にできなかった相手だったとか、現実にあるんですが、いろいろ。 あるんですがこの一般人に近い方がこんな大々的に報道されてしまうのが可哀想だなぁと思いますし、えー、なんかその離婚のその原因だとか子供がいなかったとかここまでプライベートなことを大々的に報じされ報道されてしまうのが可哀想ですよね、うんえー、この木村拓哉アナウンサーなんかニュースの読み方もすごい聞き取りやすいですしね。あの 私の中では好感が持てるアナウンサーだったということですけども、まだ31歳とお若いので、これからもね、あの前向きにね、活躍してほしいなと思いますし、うん、やっぱり引っかかるのはこのアナウンサーの記事がニュース、ネットニュースになるたびに、なんか本人の了解を得ないでね、ニュースにしていいのかなとは思うんですけどもね、うん。 プライベートもなんか世にさらされて、ね、大変な職業だなあということですので、ね、悪いことも、えー、したわけではないのになと、えー、思うニュースでしたということで,で本日のニュースためになったという方はチャンネル登録、高評価をいたします。